七里駅は埼玉県埼玉市見沼区大技風渡りのにある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD05 ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は大宮方面ホーム側にあり、船橋方面ホームとは個線橋により連絡している。自動券売機、自動改札機、エスカレーター、エレベーター設置。埼玉市による 共状駅舎化及び自由通路整備計画が進行している。業務は東部ステーションサービスに委託している。2020年度の1日平均乗降人員は15,644人である。近年の1日平均乗降乗車人員は下表の通りである。駅南側は駅前にタクシーや病院への送迎バスのリバがあるが路線バスの停留所は 駅からやや離れた道路上にある。周辺は住宅地が広がり、道路沿いに店舗も多いが、駅から離れるほどに農地が広がる。駅北側は長らく一面雑木林だったが、埼玉市の土地区画整理事業によりすべて伐採され、京城駅舎化及び自由通路整備による北口開設計画が進められている。2021年2月に着工。 2023年度末に供用開始の予定としている。区画整理に伴い、近年はコインパーキングの設置が目立っている。1931年から1950年まで、七里駅、岩月駅間に、かくら駅が存在した。この区間は、野田線の中でも、比較的駅間距離が長いため、かくら駅復活の要望があった。大宮市時代には、都市計画に、 新駅、宮ヶ谷等駅設置の構想があった。これは、当時の大宮市が主体となって行われた計画である。ため、駅の位置は、かくら駅のあった、現在の岩月区かくら地区よりやや西の、見沼区宮ヶ谷等付近である。ありがとうございます。